ベニシア・スタンリー・スミスは、イギリス・ロンドン出身のハーブ研究家、英会話学校経営者。夫は、山岳写真家の梶山ヤマ・タ祖,祖父のイボアには、イギリスの外務大臣、インド副王権総督を務めた初代カーゾン公爵、ジョージ・カーゾンであり、祖父・リチャード・ナサニエル・カーゾンは、第2代スカーズデール子爵1950年に、 第二代スカーズデール子者クリチャード・ナサニエル・カーゾンの三女・ジュリアナ・カーゾンとシェイクスピア劇俳優を夢見ていた父デレク・スタンリー・スミスの間に生まれる。母の実家はイギリスの建築家ロバート・アダムが手掛けたケトルストンホールと呼ばれるカーゾン家のマナーハウスであった。スカーズデール子者ク二世には男子がなく、爵位は1959年に親戚の家系が継いだ。 二歳の時に両親が離婚し、再婚を繰り返す母ジュリアナに従って、国内外を転居し、六歳からジャージー・イシマセント・ヘリアの小学校に通い、十歳から六年間、ヒース・フィールドという寄宿舎制の女子校で学ぶ。ロンドンの女子校に進学し、花嫁学校を経て、19歳の時に母国を離れて、バックパッカーとして、インドにたどり着き、 しばらく現地でグルに従事しながら生活をしていたが、1971年に船で日本の九州南部に渡り、1974年に日本人男性と結婚、東京、岡山の生活を経て、1978年から京都長岡で英会話学校の経営を始める。1992年に登山家の梶山忠だと再婚し、 1996年に大原に移住。これがきっかけとなり、テレビ、新聞、公演、カレンダーなどメディアが取り上げている。打ち込める趣味として、ガーデニングを始め、友人のアドバイスでハーブを育て始め、6年後の2002年に NHK の私のアイデアガーデニングコンテストで特別賞を受賞したことをきっかけに、ハーブ教室を始めるなど、 ハーブ専門家として活動を始め2007年に初めての著書ベニシアのハーブだよりを上司しその後エッセイ本や DVD なども出版また NHK 猫の尻尾カエルの手京都大原ベニシアの手作り暮らしのスタッフによるドキュメンタリー映画が2013年9月14日に公開された子に長女、サチヤ、次女、ジュリー、長男 主事、梶山との間に、自慢、久人がいる。次女が、産後うつから、統合失調症を発症したことを公表している。また、母親の4回の結婚により6人の兄弟姉妹が、おり、威夫妹の一人は同じくガーデニングを趣味とし、アイルランドのティテラリー兼ニーナーで、枯れ切るガーデンを運営している。ランディ。 ダリル、本、ジュリアーナ・エブリン・カーゾン。t h e p e r a g e c o m 2016年3月9日閲覧。ABC 試社会日記。ベニシアさんの四季の庭ヒルズクラブ。2013年9月20日。私の父の物語ベネシア・インターナショナル。英会話スクール。 2013年3月1日 http コロンスラッシュスラッシュ www.nationaltrust.org.uk スラッシュ kedles ton h a l l スラッシュフランシス・ジョン・ナサニエル・カーゾンサード・バイカウント・スカルズ・デール・アイキペディア英語版本ジュリアーナ・エブリン・カーゾン・スペーラゲ 社交界デビューへの道のりベネシアインターナショナル、英会話スクール、2015年4月1日、AB 京都大原の里に暮らし始めて、梶山ただし、チルチンビとベニシアからのメッセージ、統合失調症と生きるベネシアインターナショナル、英会話スクール、2004年、枯れ切るガーディンフェイスブック。ありがとうございます。